答えいきます。いるやつ、どれだっけ、僕が気になった、なんだっけ、これアキラだったっけ。あ、そうですね、今ね、もうちょっと水が綺麗だと。これ何、星空、星空でいいのかな。そうですね、これはおらんけんな、でもワンペアしか、うん、でもこれも売っちゃいましょう。今何種類、今何種類あるんだろう、減らした、減らした、ブルーアンバー、あ、これがあれか、ちょっと本当はブルーのラーメンになるやつか、ね、もっと綺麗なんですけどね、うん、これも持ってくるの、あ、それも持っていきます、この辺も持っていくの、持っていきます、この辺も、その辺も持っていきますね、持っていっちゃう、持っていきます、ちょっと後で横からも撮ってみたいな、うん、これなんだ、これは掛け合わせ、掛け合わせてるな。そうです、琥珀ラーメンも綺麗だね、あれブロックも一個で高くすると楽だよね、怖いですね、なんかこの忘却もちょっと違うね、色がなんか青っていうか黒の体色で、そうですね、すごいかっこいい、この辺も持っていく、あ、持っていきます、持っていく、俺はおすすめはここだな、やっぱここだよね、ね、そうですね、このハクビシン、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 名前だと思います、ハクビシン、これはいいと思うわ、多分これはいいね、あとハクビシンにオイラン、え、これは何、ベニオイランと違うの、オイランかですね、オイランに、うん、あのヒレナガかけて、赤系のあの三種プランク、あ、それで赤が出とるんだ、そうですね、うん、なるほどな、もうベニオイランだね、これね、ですね、なんかそんな感じになっちゃいますね、やべ、腰が痛くなってきた、しんちゃんに撮影任してもな。ダメ、それは。ここの目だかめちゃいいわ。なんでかっていうと逃げない。これ綺麗だね。ハレンチ。いや、これね。ハレンチいいね。伸びない。全然。ねえ、そんな風に見えるでしょう。全く。ハレンチいいね、こっちのね、ハレンチ。めっちゃ綺麗。ハレンチ綺麗、そしてベニオイランのリアル、これワンペア持ってくるということです。あとこの辺ね、ハレンチの兄弟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 、これやめるんですよ、実は周一氏に、そう、あ、なんで先言うの、そう、え、この辺も持ってくる？ちょっとパパパッと。そうですね。この三色系とか持って。ベニアカリ。いいぞ。え、何がヒレが伸びんかった？優勝ホース。めっちゃ産むんですけどね。え、親は伸びてた？親伸びてたんですよ。でもじゃあしんちゃんと一緒じゃない、若干でもしんちゃんと一緒じゃない、なんて鼻の下だけ伸びた、でも伸び始めて、変なこと言っとくだろ、変なこと言っとくだろ、あっ、あ、あ、剥いとった、剥いとっただって、後から伸びるんかな、なかなかでも伸びが遅い、伸びてはおるんですけどね、
かなか難しいです。あ、伸びとる乗るわ。ですね。これも出す？需要があれば出すか。いくらで出すのこれ？いくらで出そう。全然考えてなかったですけど。いくらで出す？オスが少ないんで。うん、オス一。オスがめっちゃ少ないんで。うん、オス一メス。2、3ちょっとなんかしんちゃんが心霊写真みたいなのちょっとそれぐらいでちょっと隠れんしんちゃん隠れん顔がアタスがあ、いい感じ。昨日ちょうどこういう動画だったけん俺のですよね、うん、ちゃんとせんとな、うん、口パッパンしてるあ、いいですねこの口ポッカンのこれ名前何しようかな。しんちゃんで全部俺いいでしょ。いじれいじれってお母さんがそうですね DM が来るんだよ。いじれいじれいじってくださいってありがとうございます。どうしたのヒズ、え、ミッドフィールダーどうしたのどうしたの、かゆかったんか。交代なし。どこ見てんのこの人。ザリガニー尻尾が見える。あ、好きだもんな。青がしんちゃんすごい好きで。あ、そうだよ。ザリガニだけじゃなくてなんかなんだろうな、毛虫とか。いや、毛虫は好きじゃないけど、なんだろうな、クモとか何でも好き。タランチュラ嫌いだけど、タランチュラとかもう、いや、一番嫌いなやつな、毒をわざと入れたり自分の中に。一番嫌いなやつだけど。え、クモとケムシは一番誰と間違ったよ俺。爬虫類系かな。爬虫類好きでしょ、うん、とか爬虫類、みんな今までの彼女は爬虫類みたいな顔して。あ、カットなしでいくよこれ。違った。まあまあそうです、ね、長谷川さん爬虫類ね。気持ち悪い、舌ペロペロペロ。気持ち悪い。すぐ気持ち悪いって言ったらダメなの。まあ別にいいんですけど。いいって言っとるけどな。あ、いや、すぐ言えばいいよ。どうしたの耳がまた。え、どうした。今度耳が痒くなって。脱皮？脱皮じゃあ、寄ってる。しんちゃんに。なんで来たのって。あ、そっち。コーラになってます、ね。そう、すごい子ね。コーラになってますね。その子治んないな。治んない。それしんちゃんが入らんといけんわ、その中に。これが入ったら治りますか、ね。かわーって。いっぱい卵産んでくれるかもしれない。もうね、1ヶ月こっちにもおるんだけど。危ない。うん、大体でもいっぱい入っとるとこなりにくいけどね。ああ、いやこれ入れたんですよ。最近。あの、うん、もう1ヶ月ぐらい前にちょっとカホーラになって、うん、なってからがあれだよね。もうちょっといろいろやったんですけどね。何やったの。あの綿棒でお腹を。あ、お腹を。お腹あら、考えるしんちゃんだった。いいですね、ブサイク顔が。おー、ブサイク。かわいい。こっち取った方が絶対いいわ、数字的に。みちか。みちか。ちか、ちか。ちか。ちかが。ほらもう、なんだこの人みたいな。すごい。なんだこの人みたいな。俺を見てないよ、ほら。しんちゃんを見とるよ。ほら、俺見てないじゃん。しんちゃん見とる。しんちゃん見とるよ。バカじゃねえって。あっち向いた。バカじゃねえって。ちょっと横から撮ってみようかな。ね。はい。なんかリアルいいよね。リアルと、リアルとこの、なんかベニオイ、オイランみたいな、この、もうベニオイランだよね、これね。これ、なんだったっけ？これヒレナガですね。
周知心だったっけ。ハレンチですね。ハレンチ。あ、ハレンチはこれね。バラバラじゃん、俺。覚えてない。バカですからね、二人が。これぐらいがちょうどいいんですよね。ちょっと取ろっか。ね。横見。持ってきとるけん。あ、はい。しんちゃん、最近どうなの、風の故郷の様子は。いや、すっごい、この前やばかったですよ。風が、雨と風と。うん。飛んでって。あの辺風車すごいあるね。すごい風車あって。あれ、電気はどういう感じなの、無料なの、電気代。しんちゃんの辺は。いや、電気代払ってます。払ってんの？うん。あんだけ高速で回ってんのよ。回ってるのに、もう電気払ってるんですよ。あれどうなんですかね。俺、しんちゃんの家、風車立てた方が絶対良かったと思う。いや、絶対いいと思います、うん。苦情がめっちゃ出るけどね。見たんですよ、ヤフオクで。何を見たの？風車って調べて。あの、話しませんでしたっけ、一回。40万とかの。あの風車いいなと思って。つける？でもつけてどうやって配線をつなげばいいのかとかそういうのも。いやいや、しんちゃんがやったらダメだよ。あ、そっか。当たり前だ。電気工事士がやるんだよ。あ、そっか。バカだな。締めバカだなみたいな。死ねって聞こえた？締めバカだなみたいな。本当か、俺死ねって言ったかなと思って。締めなんか言ってないです。あ、いいですね。この水の注ぎ方がやっぱ上手だな。うん、垂れで最後ちょっと垂れた。垂れちゃった。それはもう拭くんで大丈夫。ああ、はい。入れてもらってちょっと。こが。さすがに。お、持っていくやつだよ。なんか一番いいやつを移して持っていくの悪いの持ってたら。ああ。持っていくやつでいい。そうですよね。あ、これサムネになるな。どこがいいんかな。なんか久々だよな、マジで。そうですよね。なんかかっこいい。田舎のおばあちゃん？田舎のおばあちゃんの家に帰ったみたいな。この子がいいんじゃない？この子めっちゃいいな。めっちゃいいな、やめた。やめました。そうね。ああ、でも来てよかったな、しんちゃん。ね。なんかね、心がね。キャンプできるね、しんちゃん。キャンプはここで。テントを張って。ね、うん。いいじゃないですか。で、朝、もう、マムシン3カ所ぐらい噛まれて。ベニオイラン持ってないの？ベニオイラン自体はない。ないの？ない、ね。ベニオイランがおればね、それつければ別に。そうですね。ないなら、ここら辺。この子いいよね。普通の三色ラメが多いかな。これ伸びてるのかな？なんか、いや、伸びてない。若干、あれか。開いてるような気がする。で、いいかも。これ、オイランっぽい。うん。あ、いいじゃん。オイランっぽいね。ああ、いい。あ、いいね、いいね、いいね。この、ベニオイランリアルロングフィン。ね。トリオで、持ってくるということですよ。皆さん、めがけてきてください。これを。しんちゃん買わないでね。気になるわ。そう。パンダ光？パンダの光がね、たまたま出てきたんですよね、こういうのが。そう。したらね、結構出るようになってきたね。いいんじゃない？うちもね、ちょろちょろ出てきて、もう、これハンダルマでしょ、みんな。そうですね。これ絶対売れるよ。絶対いい、ね。バリバリ売れるよ、これ。これ、まあこれ持っていくけど、光が欲しいだって、闇の中で生きとる人間みたいな、なんか発言が光が俺は欲しいんだみたいな。さすが長谷川博己の劣化バージョン。劣化バージョン。
おるかな、まだ。いや、確かに。怒った、今怒ったよね。切れたよね。何劣化バージョン。ないですよ。何劣化バージョンって言ったよ。ケアでおればよかった。この角度すげえ似とるな、長谷川博己。この角度。これいいかもしれん。ほとんど目とか映ってない。そうなの？何今、養豚場みたいななんか音が聞こえたけど。ブヒってなんか。おらんか、まあ、もう二人。いや、おったんすよ。あ、これだけじゃなくて。ちょっとバッテリーの無駄だったしんちゃんばっかり撮って。これかっこいいね。かわいい、かっこいい。かわかっこいい。かわかっこいい。かっこかわいい。かっこかわいい。どっちにしようか、しんちゃん。ん？どっちにしようか。かわっこ。かわっこ？キモいな。キモいな。見えない、これ。とりあえず入れます。俺もこっち撮りたいんだけど、しんちゃんの顔がここにあって。だって、困ってば、あれですよ。何してんの、しんちゃん。遠回り。またべが遠回り。しんちゃん、スネール撮ってないボルボルボル、うん、ボルこれじゃない？あー、そう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 。うんこが入る。しんちゃんだなぁ。うんこが入ってやだ。しんちゃんだわぁ。あ、お、入った。びっくりした。曲がったの？曲がっとる？若干曲がっとる。若干でもないな。まあでもこういう感じの持っていくと。ね。俺好きだなぁ。俺好きだなぁ、だって。個人的なのはもういいですから、そういう。個人的に好きだなぁ、これ。これ多分伸びたらやばいだろうなぁ。伸びるの？なんか、何伸びるって。あ、これいいね。上から見たら俺、ヒレ流してる。あ、いいね、いいね。あ、ヒレ流して。あ、いいヒレしてるわ。すげえいいなぁ。なんかこれシャチみたい。すげえ好きだったそれ。ずっとここに。やめてよ、シャチって名前。シャチって名前取らんでよ。俺今度シャチって名前。安心して取らない。絶対取らんでよ。息子につけるなよ。息子の名前。息子にそんなキラキラネームつけませんか。なんだっけ、ユージだったっけ。ヨーダイ。ヨーダイ。何のヨーダイ？エータ。エータ。うん。タイガエータ、エータはなんか突っ込めんな。うん。エータ。まあまあまあいいっすよ。エータは流して。うん。エータ。タイガ。タイガ。タイガドラマ。うん、タイガドラマ。カサス？カサスにしときます？火曜サスペンス？カサス？タイガの。あ、チョーコ。タイガドラマ NHK だよ。タイガドラマチョーコ。バカだな。ハレルヤ。ちょっともう黙っといて。これ売れるわ。うん、上着も好きだった。あ、これすげえ可愛い。うん、ああ、これいいな、これいいな。これ光出るといいっすね。これめっちゃいいじゃん。これ。ほら。ほら。それいいですね。これいいね。光出た。これいいね。めっちゃいいっす。あ、これ可愛い。可愛い。かっこいいより可愛いがやっぱ勝っとるな。本当オスメスでした。光タグ持ってくるの？光タグ持ってこんでしょ。いや、これ持ってきますよ。持ってくの？本当に？これ持っていきます。大丈夫？うん、大丈夫です。大丈夫？大丈夫。ない。ダメだな。それ聞いた、なんかいっぱい聞いた。今日ダメだな。変だったな今。可愛いわ。もう。黙って。ミッフィーちゃん、ちょっとダメだな。合わんな、今日。今日合わんな。俺が悪いのかな。調子悪いな。オスかな。でもね、もう、オス。もうこのパンダね、やめようかと思って。いや、それなんですね。やめるの？いや、俺もパンダ、まだいますよ、ちゃんと。やめよう、今年はやめようって思ってたけど。うん、やめれん。でも、可愛いなと思って。うん。そんな人ったら。やめよう、やめようと思っても、やっぱ可愛い。ね、そうですね。可愛いとこがやっぱあるから。そう。だからちょっとやめれないんだよな。心の声が。心の声が今聞こえましたんで。そう。